おマジで。そうそうそう,おう。ジャパンもブレスもお疲れ様。CHO705。どういうことやねこれ。個人情報ダダ漏れだよねっていうね、これ。そうそうそう。いうことで、いやー、これはね、戦いの日なりお。ここは一発ちょっとかましたよね、これ、本当に。 おぜ絶対、え京都10レース烈会、小銭泥棒。どういうことあるんだから、こ泥棒はどっちだよっていうね。そうそうそう。え、なんか音声、え、マジでクリアじゃないまあ、まあね、こんなもんだよ。うん、もうちょっとうちのヘッドセット壊れかけてるからね。そうそうそう。お昨日 S o でおまけしたんで、マイナス5000円。マジで。いや、あのね、今日ね、川崎の万馬券当たってるらしい。うん。だから今日、あとね、当たるときは固め当てするから、マジで。うん。あ、今日自信あるよ。安全基本教科公開ね。そう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 。もう、この日のために江村は生きてるようなもんだから。 マジで、お、何か、それはこの後、ご発表ということで、ね、ただね。正直ね、迷ってる。マジで、正直待ってる、あ、ブレスよかったね、本当。あ、ちょっとね、反省会的な感じは、じゃ、あまた、あの、来週月曜日ぐらい、ちょっと、あの、先になっちゃうけど、そうそうそう、やっていこうかなと思います。うん。頑張るか。マジで、お、え、来年から JRA ローカル開催へ。あ、そうなの。あ、そうなの。へ、へ、へ,へって、どうなるの。お、減って。あの、要は。 なんていうの関西、関東、そんな感じお乗って、いいよいいよ、全然いいよってうね、乗って乗ってって、まあみんなは散歩で乗るとかね、まあ分散すればね、おつも下がらないしね、そうそうそう、お,うお前の髪毛もちょっと、お答え、髪毛もだだ漏れって、ただ抜け去るだけだよね、本当、最近ね、これ何、季節の変わり目めっちゃ抜け毛が多いんですけど、本当に、そうそう、家賃早く払って、払わないって言ってるよね、これ、払わないって言ってるよ、何回もね、そうそう,そう,おう、じゃあ、そろそろ天ぷらの顔出しや大変失礼しましたとで、コントロール・シフト・オしいってことね。 <laughs> ど,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 う <laughs> どうも、どうも、ジャニーズどうぞよろしくお願いしますということで、ねこ、今度こそ小銭を取り、小銭を取り逃さないようにします、ね。ひょっとしたの、これ、何これ、ちょっと、これ失礼ってどういうこと、失礼って、これ、ごキブり、ひどいし、初対面の人の顔を見てごキブりはないでしょ、ごキブりはね、どうぞよろしくお願いしますということで、ね、固定ってことで、うんカメラをね、ちょっと固定するんですけど、あもうちょっとこっちか、もうちょっとこんな感じ、うん。 こじ味はよしよしよし。ってことでね、バーンってことで。いや、マジで、今日は行こう。だからね、馬体重の変化が激しい。で、やっぱね、人気。これね、やっぱみんなうまいな。なんか人気やっぱちょっと集中しとるよね。集中っていうのかな、これ。なんか え変な感じちょっと買おうとするのがね、人気してるんだけど、マジで。そうそう。あ、そう。あの、一応ね、あの、衣替えってことで、あの、冬バージョンになりましたね。あの、これでね、あの、ドエム、ドエスってことでね、これ。あ、まあ、エムラーなんでね、ちょっと僕はこっちっていうね。まあ、女性に対してはドエスだけど、競馬はドエムですよっていうね。そうそう。まあ、そんな感じですね。よろしくお願いしますってことで、うん。えー、小銭。だからわ先逃げよな、それ。俺が取り逃してる時に、先逃げよなっていうね。そうそうそうう。うイ,イニシャル、はい。まあ、あ、そういう意味もね、ちょっと、あの、松野真一みたいな、ね、まあそういうのもあるけども、まあ これちょっとユニフォームなんでね、よろしくってことで、そうそうそう、そう何か、小銭かよどういうことやんだからどういうこと、小銭かよってどういうことやねん、そうそうそう,そう、そうん。ということで、えー、今日はね、あのアルゼンチン共和国杯ってことで、コントロール・シフト・ D ってことでね、お書いとこ、これね、うん。アルゼンチン、えー、アルゼンチン共和国杯、うん。これね、アルゼンチン共和国ってことで、お東京11です。 頼むよみんな、これ、ちょっと忘れないよね。2500メートルってことで。うん。こういう感じだよ。そうそうそう。うん、何多いってなんだよ、多いって。多いどうしたえ、調子おかしいマジで何がおかしいうん。ちょっと待ってよ。マイク関連は、もうね、ボロボロかもしれない。本当に。うん。マジで。え金ないよ。だから、借りまくってるっていう。そうそうそう。おうん。だか小遅いよね、本当に。うん。遅いよね。何静止画像。どういうことっていうね。だかか、どこはかく、あ、かくかくマジでかくかくなんだろうな、これ。うん。 ちょっと待ってよ。じゃあ、これ、これでどうこれで。うん。これでどうこれで。うん。えいや、音声で遊びすぎ、どこがどこがこれうん。マイクだっけ。いや、まあ、PC はボロい。マジで。 うん、PC ボロいし、あとは YMAX だから、その電波的なものがね、そうそうそう、電波的なものがね、そうそう、うん、容疑者への音声で、どういうことだから、もう,いやもうね、あの限界かもしれない、本当に、うん。パソコンがね、そうそうそう、おや意図的どういうことやるんだから、おえ、あ、冬あふ服、そう,そうそうそう、だから、ね、あの衣替えしましたってことでね、あのイニシャルイデスってね、そうそうそう、オッケー、オッケー、うん。ということで、このレースの問題は、 どうしてもやっぱり、あのー、とにかくアルゼンチン教国は鮮度、マジで。うん、映像消えるどういうこと、うん、残った大丈夫うん、そうそうそう。うん、とりあえず、あのー、ここはもう鮮度の高い馬を買おうという。 まずはまずはね、そこは確実に何だから、なんでこう、携帯がなの、携帯が、クリックってことで、まっちゃん、大人に引っ越した人が来そうすごい嫌だわ。どういうことこれ。あなた小銭泥棒したから今日これでに、小銭に解明しよう。どういうことだね小銭って。ジェヌイン小銭にちょっと似とるかなこれ。そうそうそう。しかも、なんでお隣に引っ越しする人が来そうすごく嫌だわって。君の悩みをなんでここに相談受けなきゃいけないのっていうね、そうそうそう。音声がスローになったら映像が速くなったり。それはね、もうあの僕のせいですね。 クソ回線のせいです。はい、そうそう、何が。黒画像、どこに貼ったよ、だから。そうそうそう。来た、あ、船頭ってことね、そうそう。おとにかく、今日もっと取ったのね、あれ、何だから。もう電話か、か電話かかってきた、これ。おーあ、っと切れた。おーそう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 。おーえ、しんちゃん、息子、ドキ、ドキドキってことで、ね、いや、それはね、非常に重い印象ってます。うん 正直言うとね、そうそうそう、うん、やっぱり鮮度、とにかくその重症経験浅かったりとか、条件戦からのステップっていうのは、これ確実なんだよ、やっぱね、そこを狙わないと、やっぱり M なじゃないよねっていう、うん、そうそうそう、だからまずそこなんだよ、ただ、やっぱりいろいろこう、ステップとか、血糖との背景とかをしっかり見ていかなきゃいけ,せいけませんいねと、おうん、そうそうそう、え、パソコン買った、買ったんだけど、買ったんだけどね、ちょっと騙された、おうん、I7 だからこれ、すごいいいよって言ったら、全然良くなかったっていうね、そうそう,そう、うん、何がメールしてあげて、どういうことっていうね、うん、待つのがゴミのようだ、それ、俺ね、そうそうそう、うん、だからちょっとね ムスカテールこれちょっとね、まあ、今見えてる。じゃあ、これちょっと行こうか。シルシュドンっていうことで、うん。こんな感じ。おう今のとおり、迷った、すごく、うん。でも人気もね、きっ抗してるから、正直ね、まあ、ルルーシュかムスカテール。おうルで元々はね、オーシャンブルーまでどうしようかなと。オーシャンブルー、ギュスターブ・クライムスカテール、えー、ルルーシュ。これもね、団子。展開したい、マジで。 ルルーシュ、2番人気なんだよ、だから。おこれでも56キロお ?56 キロでね、ルルーシュ走るっていうのは、これね、相当有利だとは思うんだけども。そう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 。うん、あこんにちは。アルゼンチン教科オーシャンブルーかね。あ、オーシャンブルー、だからね、オーシャンブルーは、ポイントはね、外枠、まあ、外枠って外じゃないけど、外目と、えー、外目とジョッキ。おあとは、やっぱ馬体重の部分、マイナス4キロ。これはいいよね。おだか前走の反動。 うん。無理やり外回してるからね。そうそうそう。だから、そこがどうかなと。これが内枠引いてて、ジョッキが別だったら、あの割とオーシャンブルーから行ってたかもしれない。おおそうそう。え今日 コーチで決めたけどあ、そうなんだ。マジで。あ、たけしさんね。そうそう。この人気のなさ、トリック。いや、東海トリックはなさすがに10歳だしね。うん。まあ、掲示板かなっていう感じなんだけど、そうそうそう。うん。えー、元気してる。だから、チンパン、どこにいるんだよ。だから、どこに。ね。人間一人で精一杯だよっていう。そうそうそう。うん。マイネルと、いや、あのね、マイネルマークはいい。正直。うん。マイネルマーク、まあ、そういう意味で、鮮度のほか、もうこっちのほうが塊だよね、みたいな。うん。しかも、老人詰めで、八坂ボーイか。うん。 いわゆる集中力タイプだから、内枠もいいし、5 2キロも抜群にいいうただ、やっぱ前走の、ね、2 2 2キロがやっぱりちょっとね、気になってて、俺は今回またまさらにマイナス2。これはね、そんなに悪いとは思わない。うそんなに悪いとは思わない。た,ただね、ちょっとやっぱさすがになっていう,う、反動怖いよねっていう、そこがね、ちょっと気になってる。うん、マジで。オーシャムいや、買うよ、買う、買う。買うんだけど、ちょっとこれ、三角にしては一番上の三角ね。おう だから、この辺のちょっと、まあ、ボックス的な感じは買おうかなとは思ってる。そう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 。おうマジで。ペース、ペースはミドル。うん、まあ、それなりに締まるかなっていうね、ルルーシュはまあ、前に行って、で、やっぱり、インコースずーっと通っていくと、やっぱり、そのまま行っちゃうって感じは、ジョッキーの頭の中あるから、やっぱり、早仕掛けで、やっぱりもう、最終コーナー回ったぐらいで、徐々に仕掛けていくって感じはあると思う。そう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 。うん。そうそう、三ターン狙ってこうかなと思って。うん。で、まあ、抑えで三福のね、一部買おうかなと思ってるけど、つかないもんね、本当に。 おつかないんだよ、マジで。そうそう。え、YBO で馬神様の予想コーナーって。YBO でうま馬神様の予想コーナーってどういうこと、これ。おう、わ、わ、わ、まあ、SBO はあの、基本的に皆さんね、あの解明推奨解明どおり買ったらね、普通に当たりますから。そう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 。うん、で、投票なわけよ。やっぱね、おっつかねつかないんだよ、これ。本当に、もに。びっくりするぐらいおっつ,つかないから、マジで。あ、ちょっと、これ見ようか。ちょっとね、VTR、VV ってことで。またこれちょっとね、パフォーマンス下がるから、みんなまた価格なるかもしれないけど、ごめん、これ。おちょっと許してねってことでね。そうそうそうーえう、ー。 ちょっとそうでけえよ、これ、ちょっと。るでけえよこ、いいうえよこれ。うん、でけえよってことでね、そうそうそう。うムスカーテール、うん、こいつね、前走、まあ、0.4秒差。で、まあ、外からちょっと待ちかけて、うん、いって、まあ、かなりね、まあ、圧勝というか、まあ、普通に、うん、勝ったって感じなんだけど、そうそうそう。だから、その辺で、うーかね、今、ちょっと、ヒロシがムスカーテールみたいなところで、ちょっと、あれ、死ぬのかなみたいな感じはあるんだけど、ただ、 いやー、いけると思うんだけどな、鮮度が高い。まあ、鮮度高い部分と、やっぱり他の馬との,その、意外とこのレースってステイゴールドの相性悪いんだよね。お、鮮度高くてステイゴールド。要は、反動が来ちゃうパターンが多いんだよ、ステイゴールド。だから、俺は鮮度の高い中でも、えムスカの方を取った。うん。まあ、マイネルもあるけどね、マイネルも。そうそう。ちょっと、それは前そのマイナス22かやっぱどうしても引っかかるからね、軸はどうかなっていう。うん、そうそうそう。うん。ラジコ。あ、いや、ラジコにするよ、それをあの流すときはね。うん。ということで、ちょっと買いめいちょっと複雑になる、今回は。うん。 えっと、おっつを見ながら投票だよね。これクリック。うん。ちょっと複雑になるから。うん。三段だからね。そう。単純なマルチっていうね、ちょっとおっさん側はやめようかなと思って。そうそうそう。うん。えっ、ー、と、三連単と。うん。三連単でいく。うん。で、えー、流しフォーメーションか。フォーメーションな。うん。フォーメーションで、えー、ムスカテールね。うん。ムスカテールからの、えー、これだ。よしよし。ちょっと待ってよ。ムスカテールからの、えー、マイネルマーク、 えー、ルルーシュー、えー、ギュスターブー、こんな感じねん。でもね、オーシャンブルーの2着、これね、あれっぽいんだよな。でも、三浦だからねっていうん感じなんだよね。そうそうそう。そうんマジで。え、おいクソももがあったの主語は主語はこれか述語はんそうそうえ今シャッキ、借金、借金もね、数えてないですね。んそうそうそう。5000万。いや、そこまではいってないだろう、そこまでは。うん、3000。 2,000から3,000だと思うんですけどね。そうそう。うん。魅惑の54キロ。54キロね。まあ、54キロどれうん50。俺の軸はね、55だけど、そうそう。54ってことは、うん。ミッキー・ベトラああ、まあ、どうでしょうね。そうそう。今、まあ、一応、名弁ね。なんか、うん。まあ、これはどうかなと思うけども。そうそうそう。うん。で、 あのーま、マイネルマーク、まあ3着か、こっちのかな。うん、まあ。マイネルマークもね、結構いいですよっていう、そうそうそう。で、ピート・ブラックはね、いらないと思うんだけどね、応シュシュ打ったんだけど、これ。うん。爪がね、普中のミューラー変えなくなる。本当に本当にそれ。うん。だ、ちょっとね、ここはま悩む。ただ、やっぱルルしかね、ギュスタードが来ると思うんだよね、その辺は。 おうだから、まあちょっとエイヤーと目をつぶって行こうかなと。ビ,ビートバックいるこれ。おういや抑え、抑えようか分かんない。だ五十59キロで,で、爪の調子が悪くて、今回、あれでしょ鉄もなんかあの、保護鉄はめるんでしょうん。だどうかなと思って、マジで。え家一軒分いや、だから、それは、あの、一応、利子は返してますから。うん、大丈夫ですよっていう。そうそうそう。おうん。570円ちょうだい。 ハゲのおっちゃんと言うことなんだから。なんで俺の小銭を狙って君か、ほんと持ってったのは。そうそうそう。宮、う、古、ん、ステークスはクソっちいや、だからね、ガチンコの列はいらないんだもう荒れるしかないから。うん、そう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 ん。で、マイネルマークはね、2着はないと思う、ね。2着あるかな、これ。一応、ここちょっと押さえといた方がいいのかな。こうピッてね、マイネルマーク。うん、そうそう,そう。そあとは、えっ、ー、と、ムスカテールでしょ。まあ、オーケね。うん。オーケえー、どれだ オーシャンブルーメイベーかー。オーシャンブルーメイベー。こんな感じ ?18 点か。やっぱこっちバインドマーク下げるか。これ。こんな感じ。どうこれ。マジで。え、そっくりだ。何これクリック。クリックってことで。うん、そ全くね、ちょっとね、関連性はみたいな、これ。関連性はっていうね。そうそう。ギュスタオ D は宮沢沙恵の本命だから。いや、その根拠があっていうね。根拠があっていう。そうそうそう。まずはこれ。 お一着の場合ねお。まずはこれってことね。そうそう,そう。オッズを表示。うん。まずはこれ。おで、全選択。そうそう。えこれ、これだ小銭じゃなくて、やっぱ大銭欲しいよねっていう。う馬も増えるんだから。そうそうそうだ。こういう感じで、万馬券も欲しいよねっていうね。うからの、からの、えー、どうやるんだこれ,これ再。再選択でいいのかな。うん。再選択。で、ここを交換だよね。交換。う交換。これルルーシュと、まあ、ギュシュタ、やっぱそこが頭張ってくるパターン。うん。 で、2着と。おうで、オッズを表示クリックと。おう。賢いよね、この買い方ね。そうそうそう。で、全選択。おう。で、3着になったこれが難しい。3着になった場合は、どうすんねんみたいな。おう。まあ、この辺ちょっとね、3着に上げづらいよね、と。で、3着上げるのどれって、これちょっとこう厳選していくわけだよね。厳選、厳選みたいな。そう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 。おう。で、OK もないだろうな、多分おう。 大けないと思うんだけどな。おーで、オーシャンブル。まあ、オーシャンブルはその辺そういう意味ではあるよねお。そういう意味ではあると思う。そうそうそう,そう。うん。で、まあ、こんな感じ。うん。6点。こういう感じ。そうそう。え、誰で分かれないです。はい。そうそうそう。うん。で、こう、そう、表示クリックと。うん。まあまあ、こういう感じだと思う。うん。マジで。そう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 。うん。で、えー、今30点か。うん。どうか、え、全部、全部買ったらまあ、当たるけどさ。うん。損するよねっていうね。そうそうそう。うん。で、あとは、その、怖い縦目。 怖い縦目は、まあ、一応ね、通常で三幅で押さえておこうと。うん。三幅で、この、マイネルマーク、マイネルマーク、えー、どれだマイネルマーク、どう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 マイネルマーク、えぇ、ー、ムスカテール、えー、なんだオーシャンブルカ。これの縦目ね。あ、違うな。あれ、どれだっけ縦目って。どういうふうな、マイネルマーク絡みの縦目か。うん。こう変えばいいのかなあれ、なんかちょっと変すぎるよな、これ。うん。 あれど,ど,うやどうやんだっけ、まあ、これの縦目は絶対欲しいよね。この縦目。この縦目一本欲しいよねと。とマイネルマーク、ムスカテール、オーシャンブル、このね。要は2強を外した先導,先導野郎の馬券お。60倍。マジで。何が。全部買えるか。だから、キッズはね、もう終わったと思うんだよな。キッズはもう終わったと思うんだよな。だから、おないかなと思ってね。そうそうそう,そう。そうーん。あと、ウマレンとかつくのこれ。ウマレンウマレンつかないよね。これ、多分。ウマレン をムスカテールから、ルルーシュー、えー、ムスカからね、ルルーシュー、ギュスターとか、これつかないでしょこれどうせ一桁でしょこれ。うん。あ、一応ここまでつくんだ。これぐらいはつくんだ。うん。そうそうだ。こんなもんかな。こんなもんかなと。一応ね、三福か,とか散、三福。三福。三福で、三福。いや、どう どう買えばいいんだろうっていうね、三服マジでおえ。マイネルマークやったらひょう。いや、マイネルマークはね、いいよ、マジで。うん。1000万円したからのね、ステップっていうのは、やっぱりね、疲労がたまりづらいから、おいいよ、マイネルマーク。俺はね、すごくね、おすすめまします。はい。そう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 。うん、ただ、あの縦目だけはちょっとね、おしっかりとみたいな。だ、ギュスターブと、ギュスターブと、ギュスターブ、ルルーシュの、だってワイドとかって2倍でしょ、多分 5.0の魅惑どれそれだから。5.0ってね、主語主語みたいな、そうそう。まあ、アースシンボルとかね、うん。まあ、池床ダーコンとかもあるけど、まあ、でも、まあ、ここはね、まあ、まあ、俺、マイネルマークめっちゃおいすよ。おこセまあ、やっぱり、あの、老人メイかサバクシとか、爆心王とか、爆心王ちゃうかあの、サッカーボーイとか、もう、血統的にもうかなりちょっと、そそられるよね、そこは。おで、まあ、ちょっとね、人気すぎだなって感じあるけどね、お人気すぎ。 うん、だからちょっと、エムラーがね、一番美味しい思いをするはずのこのレースでちょっとなんかね、あれみたいな感じなんだけど、そうそうそう,そう、そうん。あとは、どうしようか。もうね、これ、あんまつかないんだよね。そう、つかないんだよ、本当に、やたら。うん、ギュスター軸。あ、悪くはないと思う。うん。だから、どうしようかな。でもね、つかないんだよ、ギュスターとか、まあ、ルルーシュ軸だと。うん、当てなきゃいけないと分かってんだけど、そうそうそう、うん。 それどうしようかなって。まあ、あと三福で、抑えるこれ、三福で。三福で、だから、ムスカからの、これ散福押抑える意味あんのかなあるかあるか。ルルーシュ、えーもうなんかよくわからなくなってきた、なんか。ルルーシュ、なんかよくわからなくなってきたけど、ルルーシュ、えっと、オーシャンブルー、これ意味あんのかなこれ、抑える。 おマジで。え、つかなくても絶対来る。いや、と思うんだけどね。いや、でもね、俺はどっちかというと、ルルーシュを評価したい。ルルーシュね。そういう意味では。ただ、マイナス16キロそうない。何このマイナス16キロって、これお。一回短距報告なしでしょ。まあ、前回太いって言ってたは言ってたけど、うん。どうなのかしらっていうね。そうそうそう。うん、で、あとは、えー、ギュスタルか。うん。この三腹いるのかなこの三腹。つかないもんね、これ。つかないよね、これ。うん。 いらなくねみたいな、マジで。1234。まあ、ここだけおうこの479、こクソ人気みたいなおう。これはいらんけどね。そうそうそう,そう,おう。マジで。947811、9, 4, 7, 8, 11, 競馬ブック、松本ケチばマジで。ちょっと、それってえ、ちょっと待ってよ。入ってる俺。7。 お7入ってた ?7? ああ、7入ってるな。そうそうそう,そう。マジで。何が小関馬券ってどんな馬券だよ、それ。そうそう。いや、買うけど、だから、慎重になるよね、だからこれ。うん。だこれ9倍とか買ってもさ、これ何の逆転にもなんないっていう、マジで。そう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 。うん。えー、ルーシュは、ロブ・サンクだし、ここも微妙。うん、まあね、勝ちるかなっていうのは確かにあるんだよね。うん。だったらね、やっぱね、ハーツクライとかそっちの方行きたいんだけど、ただまあ、ムスか。やっぱりね、グラスワンダーとか、こういう結果来るということはだよ。うん。まあやっぱ ちょっとね、息子、やっぱこのねお、前のトップガンみたいな、こういったね、ちょっとこう渋いとこ買いたいよねっていう、うん、マジで、そうそう、上5が来るっていう人がいて、5?5? アースシンボルうーん、まあ、うーん、なんとも言えないけどね、そんなに買いたいとは思わないかなっていうね、そう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 、うん。だから、あとはね、だからもう、なんだろう、なんかね、 お、つかないんだよ、ほんと。もっと、もっとつくと思ったのに、全然つかないみたいな、マジで。そうそう、みやびランベリーの時とかね、めっちゃついたよね、あれ。お美味おいしくてたまらないんですけどっていう、そうそうそう。うん、むすかは、なんでごちゃくやねん、だから。うん。だ縦目はね、縦目をね、あ、そこか。そういう意味で縦目か。縦目、そういう意味で、ちょっと待って、再選択。そういう意味ではこ、こう、ルルあ、ちょっと待って。なんでこれ。うん。そういう意味では、ルルーシュを軸にしたいのかな。うん。 迷ったね、軸。ルルーしてて迷った。うん。デュスターバーまあ確かに強いんだけどね。そうそうそう。こうすればいいのか。で、ムスカテール。をこれでいいのか。クリック。うん。で、これ、これはいらんと。これはいらんと。おうん。こんなんでいいかな、こんなんで。おうん。これ。ちょっとなんかよくわかんなくなってきたけど。マジで。そう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 。うん。諦めて買う。いや、買うんだけど、ちょっとね、これでいいのかな。これでいいのこれでいいうん。 どうしよう。いや、でもなんかちょっと男らしくないか。なんか男らしくないか、三腹とかマジで。三腹とかマジで男らしくない。であれば、もう、ちょっと待ってよこ。あえてこれ、もうこれちょっと待ってよ。えっ、ー、と、さっきの、さっきのやつちょっとも戻りたいんだけど、これ、えっ、ー、と、ムスカ、なんだっけ、マイネヌマーク、えー、オーシャンブルー。これもい,いらんわ。これも消しちゃうみたいなお。もう三端、男の三端勝負みたいな。これどうマジで。 12?12? 12? フォゲッタブルいや、もう完全にフォゲッタブルは、もう断水なダークサンクというのは飽きたら終わり。で、もっと言うとフォゲッタブルはね、あの馬体的、要は肉体的にもちょっと問題があって、あのすごくね、あの要は右ともと左とものバランスが悪いんだよ。だから左回りはだめ。っていう物理的なものもあります。はい、そうそうそう。うもう行こうか、これで。これで行こう,おう。全部三反。ちょっとねあの、当たったか外れたかは正直分かりません、これおう。終わってみないと。 おうちょっと買い方が複雑なんでね。そうそうそう。うん。これで行こう、マジで。おうん。入力終了。ちょうど三千円。クリック。おうん。これで行こう、マジで。そうそう。うん。一2 1 4どういうことっていうね。そうそうそう。おうん。何が死に罰は。なんで、あのね、君たち、何でもキーはケーじゃないんですなんか俺の個人情報ちょいちょい挟むのやめてくれるかなっていうね。そうそうそう。おうん。だから、ちょいちょい俺の個人情報挟むのマンション面とかね。そうそう。うん。で、パスワードを入れて、えっ、ー、と、三千円と。これで行けるな。これで、ま、あちょっとガンミるのはさすがにないし、ワンチャンマンバケあるし、 おただな、結局ね、まず今の東京の傾向は、決めて勝負の可能性結構高いんだよねお。決めて勝負。だから意外と俺がね、結局王、王権とか評価してないのは、やっぱりそのズブズブな感じで言っても、ちょっと難しいかなみたいな。うん。スタミナあってもね、今回は。そうそうそう,そう。そうん。マジで。うん、704の人と放送するわけないだろう、だから。もう大喧嘩だよ。うん、そうそう,そう。うん。これでいこうかなと思ってる。マジで。おお。どうこれ。 おういや、また、結局ね、最初はルルーシュだった、最初はルルーシュ。うん。だからね、やっぱ、まあ、いやでもな、ルルーシュっていうので、まあ、スパンと決まる可能性もあると思うんだけどね。うん。ルルーシュでスパンと来る可能性もあるんだけど、なんかなー、ちょっとムスカ様の方が、なんか夢あるよね、みたいな。お そそうそう,そうで、要は、あとは難しいの全ノロブロイ3区で LK でマイナス体重っていうのは、あ多分太い太,全然太かったっいうのも、あんな良くないと思うんだよね、あんまり。うん、だからそこはちょっとうー、やっぱ嫌いたいなみたいな、うん、マジで、そうそうそう、え大丈夫、外れたから、やかましいわ、もう、始まってないよね、まだ、始まってないよね、まだ、ちょっとおかしいよねっていうね、そうそうそう。うん えー、704とストリートファイト。だからやらない。だから本当ね、喧嘩とかそういうね、犯罪行為は一切やってはいけませんっていうマジで。馬主だからね、俺。そうそうそう。今、王権来るフルいや、王権はね、いや、王権はね、だ,いやだって全、去年の2着だから、それは別に完全に来ないとは言わないけど、そんなね、こ人気よりもね、爆発して走るような感じはしないと思うんだけどな、マジで。うん、そうそうそう。だからまあ3着かな、みたいな。うん、3着かな。牛スターブより下かな、みたいな。 うん、だムスカテールが最後この、まあ決めて勝負になったら多分この中で一番、まあまあ走ると思うんだよ。うん。だからいいかなって、え、これ外したらいいし。まあそういうことですね。はい。まあ、クソ固かったらもう知らないよ。これクソ固かったらなんか、もうギュスタブル、ルーシュ、オーケンみたいな。そんなわけんだったら、もう、あのー、すいませんって感じになるけど、やっぱ多少穴を狙わなきゃいけないからね。そうそうそう。うん。1 2 2七7来た。あ、めでどうってことだよね。そうそうそう。うん。だこれでいこうかなと思ってる。どうこれ。いいうん。とよクリック。 う投票内容と金額を送信してもよろしいですかマジでいいこれ、ちょっと、これ。うそれでは皆さん、ご唱和ください。いただきます、クイック。あ、なにバグった。もう、なんだよ、これ、マジで。バカやろ。ちょっと待って、これ。ちょっと待って。もう一番大事な時これ。どうすんの、これ。えバカ。一番大事な時これ。ちょ、ちょっと待って、マジ、やめ。これ、ほんとやめて。

なんでやねん、これ。もう、くっそが、マジで、これ。ちょっと待って。あーもうでも、買い目がわからない、買い目が。もうなんだよ、これ、マジで。えお願い、お願い、お願い、返して、俺。返して、返して。あーもう、ちょっと、もう、もう、くっそが、マジで。もうちょっと待って、もう、i いでいく。インターネットエクスプローラーでいく。ちょっと、間に合うかな、これ。もう、くっそ。 頭くるまじでこれくっそーもうちょっとここいあっ早くお願いお願いもうこれくっそもうちょ,、ま、ちょっとちょっと死みんなちょっとみんな死どうすんパッカちょっと待ってこれ最初か最初かピピピピピ なんだよ、これもうまっあ,あ全部白くなった真っ白まぁくそどういっちょ、待って。ちょ、待って、6235、1532、4ゼ0721、えっと、サブ658、ドンあでかいサブ658、3, 6, 5, <uss> 何えカニ者のどういうことええ 終わるよな。よし。あ、もう、ま、もう間に合う。どうしよう。どうしよう。ちょっと、か、ば、あ、どうしよう。どうすればいいのこれ、ちょっと、待ってよ。えっと、レースに。うん、ちょ、ちょっと待ってよ。もう一回、もう一回、もう、じゃ、いや、落ち着け、落ち着け、俺は落ち着け。絶対間に合う、絶対間に合う。東京、東京、東京、よし。絶対間に合う、俺。絶対間に合う。絶対間に合う、絶対間に合う。3番目。よし。絶対間に合う。絶対間に合う。よし。絶対間に合う。ゲけゲ、よし。えっと、3ネタ。えっと、フォーメーション、フォーメーション。 えっとど、どうだっけどうやったけどうやったけムスカから、えっ、ー、と、ムスカから、ルルーシュー、間に合う、絶対俺間に合う、絶対俺間に合う、絶対間に合う。えっ、ー、と、ビートブラック、えっ、ー、と、マイネルマーク、えー、どれだっけ青剣、えっ、ー、と、オーシャンブルー、えー、なんだっけこの辺なんだっけメ名部か、メ名部か、メ名部か、よし、オッド表示。もう、絶対間に合う、俺絶対間に合う。あれどこ行ったあ、これから、全選択、全選択。よし、よし続、続きまして、続きまして、続きまして、で、これの入れ替え、これの入れ替え。 これの入れ替え。これの入れ替え。絶対間に合う。俺絶対間に合う。俺絶対できる。絶対できる子。絶対できる。おつよよしおつおつおしくく。よし。で全選択、全選択。全選択。よし。オッケーオッケーッ。で、再選択。続きまして。続きまして。再選択。で、これを、えっ、ー、と、ここまで下げて。で、えっ、ー、と、ルルーシュ。えどうだっけあ、これでいいのか。で、えっ、ー、と、マイネルマークを上げて。マイネルマークを上げて。えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、違う。これは、 似ちゃうんだ。こう,かこう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 か。で、ムスカテルで王権ルギュスターブちょっと待って、オーシャンブルーもあげる。うん。で、これでドン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 。よし、大坪4時。よし、まね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 これ、えっと、一2 3し4 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 4よし。4 4 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 4よし。よ4 4 4 4 4 4 4 4 4よし。4 4 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 4ク4 4 4よしよし。4 4 4 4 4よしよしこれでよしよしよし4 4 よし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 。だとちょっとボタンがないんだけどボタンがちょっとどけどけボタンがないえ。なんでボタンがないのこれちょボタンがないんだけどボタンがちょっとどこどこだよこっちもっとはいもっと怖いもっとは <Vamos> いもっとはいもっとはいもっとはいもっといもっとはいもっとはいもっとはいもっといもっとはいもっといもっとはいもっとはいもっとはいもっと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  ボタンがないんだけど、ボタンがもう、なんちょっともう、これ、あなんだよ、これ、ちょっと、なんでも、戻ってこいよ、戻ってこボタンがないんだけど、ボタンが、あの、投票しますみたいな、ボ、もう、なんだ、これ、ちっ、くボタンがない、ボタン、どこ、ボタン、ボタン、どこにあるんだ、ボタンが、だから。 一年、一年待ったんだ、マジで、これ。ちょっと、ボタン、どこだ、ボタンは、これ。どこ、下、ないんだもん、下が、これ。ほら。ほら。どこにあるんだよ、これ、下。ないじゃん、これ。どこ。え、どこにあるんだよ、だか、これ。ほら。ほら、ないんだもんだって、これ。ウィンドウち、ウィンドウ小さくあった全クリあったあったあった あこ、こんなとこ入力しよう。あ、高こんなとこ増えた増えた。えー、合計金額は3000円です。おずご金額を表示しいいよ。全然いいよ。クリック。全然クリック。全然クリック。よし、よし、よし。あれなんかない。またない。なんかたねちょっと横行け。よ、のっけ、のっけ、のっけ、けあえちょよし。パードパワードパスワードパスワードパサッ、ね、と。ボえっ、ー、と、どこだっけ、どこだっけ。えっ、ー、と、3000円、3000円、3 0 3000, 円3000円、ボタンがないんだけど、だからボタンが。どこボタンがない。ちょっと待って。またない。またなくなった。どこ、どこ行った もう黒目どけ、黒目のエラー、黒目のエラー、黒、黒目のエラー、黒目のエラーが邪魔なんだけど、これ、黒目のエラーで、これ、どこ、どっち、どっちのボタン、見えないボタンの名前が、ボタン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 の名前が、ボタンの名前が見えないんだけど、だから、ボタン、もうだってこれ、上に行かないんだもんだって、これ以上、下にあるの、この下に、ボタン、ボタンが、ボ、ボタン、上に行かないんだもんだって、これ。 なんでこれあ、と、投票クリック。よし、投票、違う、いいよ、全然いいよ。お願いしよろしくお願いします、もうクリック。あ、どうなったどうなったあれ消えた。あ、よしこれあ、どうよし来た、これ来た、これ、これちょっとおらー アップね、これちょっと。よーし、これで当たる。もうこれ、パッカ、これ何この応答しませんって、これ。マジで、ちょっと言えるよ、これ、マジで。何が、どん,こしんどんな仕組みだよ、こ,だよこれ、応答しませんって。どんな仕組みだよ、マジで。でちょっと待って、あの、広シさんの本命はいらん。ちょっと待って、これ、応答しないから、どうしよう、これ、らしこ、らしこ、らしこ、これ、ちょっと待ってよ,待てよ、ちょっとみんな、し、し。 今ちょっとこれ、あの、ハプニング発生しております、ハプニングは。これで、えっと、ラジコ。ラジコラジコ検索するか、今。ラジコ。そうそうそう。ラジコにする。ちょっと待って。ちょっと待って。マジで。終了しますら、放送ごと終了する。全部終了してしまうから。ラジオ日経第一クリック。大丈夫聞こえる聞こえるこれ。マジで。 おうだ大丈夫ちょもうだボタン、これ出てこないんだけど、これ、ラジオが。ラジオのボタンが出てこないんだけど、これ。ボタンが出てこないんだけど、これ。あ、来た。よし。日が西に傾いています。よし来た。音オッケー音オッケー福井に順調です。音オッケーホームストレッチ。大丈夫 ?15 番、ミッキー・ベトラ、ゲートに収まって、よし,よしカカリンが離れました。行くぞ。頼むぞ。スタートしました。スタートしました。 ースタートはマイネル・キッズ、よしよし外メーベ、ミッキー・ペトラ、<し>いいスタートを切りまして、まず15番のミッキー・ペトラ、<し>うちの各馬の様子を見ながら、ハネを奪います。 15番のミッキー・ペトラが逃げます 2>, 2番手には2番のイケドラゴンと4番ルルーシュ2頭並んでその後11番ビートブラック4番手のチーソーあと6番東海パラダイス3番マイネルマークが続いて外から13番マイネルキッズも押し上げます7番ムステテールがその後ろあとは9番のギュスターブ・クライなど続いていきまして1番手を倒していきます さあ先手を取りました十五番のミッキー・ペトラリードを広げましたリードを四馬身五馬身取って逃げています単独に番で1二番イギリスのキてにコーナーをカーブしていきます二馬身下がって三番のルルーズ3番七番ミスソー向正面あとは集団となりましたうち一番ビートブラウンスと13番マイネル・キッズ間六番、東海パラダイス七番だよね七番三番マイネル・マークと十二番のフォゲッタブルが並んで1番どこだったの その後と1打審査7番のムスカテールが続いていきました 1000m は59秒後というペースですその後中段グループ外目からは14番のメーヴが続いていきました間は9番ギュスターブ・クライ内は10番の東海トリックその後と3馬身離れて8番オーケンブルースリ5番のアーツシンボル後方2頭目最後方が11番のオーシャンブルーですあとムスカテーールはどれくらいブかかります15番ミッキー・ペトラリードが縮まりまして2馬身残り 1000m

ドン4番ルルーシュ待望の重賞制覇です横山典弘騎手4番ルルーシュが重賞制覇あ<ー>そして2着には7番のムスカテール3着は最後に3番マイネルマークが上がっていますこれは当たりなのかこれは 2>, 2分29秒9の勝ち時計でこれは当たりなのか 待望の重症制覇です。わからない。ルルーシュです。第50回。あ、あとは勝てない。3点だ、6チャンピオンとなりました。ゴールまでの800、600、600、600、6 0った。4秒5です。パソコンが固まった。えー、3番手、4コーナー手前あたりで2番手に上がって、4番手、4番のルルーシュ、早めトップ。もうし下でトップだったですかね。これこれで堂々と押し切って。ちょっと、当たりこれ、ちょっと、わからないんだけど。 わからないんだけど、これ。当たりいや、硬すぎ。いや、だから、三着にちゃんとマイネーマーク入ったろほら、マイネームマーク。言ったろ言ったろこれ。マジで。お当たりえ、何 ?800、ちょっと待って。ちょっと、何何何何何ちょっとどれあ戻、戻った戻ったみんな戻った投票内容と金額を送信してもらいましたが、お願いします,ます。クリック。クリック。えー、取り消しまた締め切りのため。なんだよ、これ。もう、遅いわ。どんな、どんなタイミングやねん、これ。 これ、どうこれ、マジで。え、当たってるこれは当たってるクリック。これは当たってるクリック。うん。ちょっと待ってよ。よしちょっと待ってよ。どれまず当たりがどれかわからない。どれどれえ、ちょっと待ってあ。ちょっと待ってよ。んなんで君はログインし、ちょっと待って。なんで君は俺のところにログインしてんだこれ、その前に。なぜ君は俺のところにログインしてるのこれ、ちょっと。いや、わかる。いや、わかるんだけど。なぜ俺のところに今ログインし、これ、これログインしてるのこれね。 ちょっと君、まあいいけどさ、許すけど、おちょっとものすごいこれ綺麗に取る。君、思いっきり俺ログインしとるからこれ。ねえ、ちょっと、いや、許す。不正ではない。うん、許してるから、そうそうそう。おうどういうことっていう、これお。あ、立てほんとにちょっと待ってよ。んよんよんな、ほら、ほらちょちょっと、ちょっと、これちょっと、手が触れる。ほら、ほらほら,ほらやったエムラエムラ欲しいエムラ欲しい、これ、うん。不正ではありません。エムラ欲しいほら。 すごくねこれ。江村保持だよ、これ。え、当たってるよね、これ。なんぼつくの、なんぼ。え、12万、本当に本当にこれ。江村保持、江村保持。江村保持だよ、みんな。おう。こすえ、120、120、まあまあ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 、40万、どっちやねん、これ。どっちやねん。え、1200?12 万じゃん、12万、マジで。120そんなんないよ。120万なかったのだから。ちってなんだよ、ちってマジ。いや、天才というか、江村の祭典なんです、これ。 みんな乗ったよね、ちゃんと。乗ったよね、俺。これ買えなかった、俺。だって本当自殺してたもん、だって。おえ、マジで。おこれ、当たってるの、これね。おほらほらちょっと、17万。ちょっと、12万個なちょっと100円しか買ってないよねっていうね。そうそうそう。おう何が実は。本当にそれ、ちょっと11万とか。え、締め切られるよかったの、ね、に。どういうことやね君は。俺の、俺の不幸しかなんか望まないよねっていうね。そうそうそう。おうえ、ルルーシュいや、俺、だから、ルルーシュと、ルルーシュと、あのー、こいで回ったんだよ。うん。 もう一回見ようか、じゃあ、しろしろし,し。戻ったところで、ちょっと手が震えてるんですけど、これ。手がちょっと震えてる。プルプル震えてる、これ。ちょっとね、あのインターネットエクスピローラーさようならなってことで。おぉ、マジで。おぉ、だいや、これ本気で、ちょっと待ってよ、どれだこれ。えっ、ー、と、ピ。うん。え、どれピ。あれちょっと待ってよ。一回、これちょっとこれをバツで落として。うん。で、どれだこれか、ピ。うん。え、どこの予想サイトどこの予想サイトどこってやそれ。いや、エムラですだから、エムラ M の法則。だこれ見て。これもう本当、見事だよね、これ。みちょみんなよく見てこれ。ちょっと俺、これ、不正操作してないのね、不正操作。おうこれ見てこれ、マジで。100円、金がないんだよ、だから。金がないんだよ、だから。キッズ。いや、キッズはね、ちょっと、キッズは俺、ちょっと買えなかったねっていうね。そうそうそう。おうマジで。おめでとう。チェっていうね、チェって。これ、完璧すぐるよね。まあ、ちょっと、もうちょっと伸びるかなと思ったけど、おうだ迷ったところが、ポイントが。おう マジでそうそう。いや、3、三は普通だよ、これ。これ普通。エムラとして普通、マジで。自演。どういうことやるんだから。どういうことやるん、それ。マジで。そうそうそう,そう。おいや、だ、エムラの誇りは守りました。もうエムラの誇り、エムラの祭典、アルゼンチン協会を取れたんで、また来年1年もエムラを名乗れます。本当にありがとうございました。おそうそうそう。何がそう。3番に星とか、センスある君はね、本当によくわかってる。あ、ちょっと待って。カメラがありませんでした。お今、まあ、一生懸命。君は、君は本当によくわかってる、これ。これ、これいいよね、このセンス。マジで。お これこれがエムラなんですよ、マジで。おうありがとうっていうね、本当に。いや、本当はね、息子、勝てる頭が欲しかったんだけど、マジで。うん、え3回やかった言ったじゃんだから、そこ、そこ言ったよねっていう、マジで。おい、500円買ってる、バック、バックっていう、バック、バックっていう,おう、そうそう、何これ、漢字読めないんだけど、これ、何このなんか、あのー、なんか服みたいな、これ。おう もう来年から1年分のお金全部この例ってどういうことやんだからいやそれはねでもやぶさかでも1年何もできないっていうことあるんだけどねそそうそう,そう,うありがとうこれでこれで、えー、と4年連続アルゼンチン協会ウィムラゲットってことでおかもか本当にありがとうっていうねそそうそうムスカ頭いやムスカ頭そうままあ、結局ねルルーシュかムスカで回ったからまあどっちでもよかったねっていう感じなんだけどね本当にそうそうそううんえまい、あ、だそれ1000円 ?1000 円ちょあの バックバックってことで、そこバック、バックバックって、本当に、いや、そこはもうちょっとね、もう宣言通りってことで、みんな、よかった、みんなこれちょっと乗ってくれた本当にね、ってことで、まあ、息子たちは人気してるけど、この辺ね、マイネルマーク評価するねって言ってくれた人もいるけど、評価しちゃうんだよ、これやっぱり。 おまあここから行ったらな,なおね、ちょっとかっこよかったけどね。そうそうそう。この勢いでスマイネル軍団もか張る。本当やな。本当やな。本当に。うちの今ね、まああのー、ブレスも。お本当によく頑張ってるから、マジで。そうそうそう。ミヤコステークス始まるから呼吸止めて。どういうことだね。死ぬわ、マジで。じゃあ、ちょっと聞こうか。ね、せっかくだから、ミヤコステークス聞こう。よかったな、本当にみんな。みんなも当たったら嬉しいなおちょ。みんなも当たったら嬉しいわ、マジで。そうそう,そう。ちょっとじゃあ、俺もテレビつけます、うん。みんなも当たったら嬉しいんだけど、うん、再生クリック。 エラーは発生したってちょっと待ってよこれどうやら日け？ラジオ日経かこれかジャパンカップダークに向かって新しい勢力出るかこれでいくわ待ってあこんにちはってことね配当はどれくらいだろう配当はあとでちょっとみんなでリロードしてみようか残金リロードしてみよう多分1万ぐらい一万ぐらいもう確定したいや、あそれは宮古セックそうか宮古セックこれねまあちょっとダークをねやっぱり

うん、不正インの場面変われて。やめてよ、ちょっと。それはだめ、それはだめ。ね、見るだけね、そうそうそう。大隅一番はこれね、兵庫チャンピオンシップ馬だから、もう。うん、目の前で見た。めっちゃ強かった。こっちみんな応援してあげて、これ。そう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 。うん。ジャパンカップ大会出勤して、やめてよ、ちょっと、出勤とか。みんな都、買ってない。うん。

ナイスミーチューが追走で前半の 1000m 番。1分を切りました, 1> 1ました59秒8ますあと後方グループ3番、タ野ロックオン5番、メダリアビートが追走で16番、ファンシャト後方2番手最後峰1頭遅れて7番、リバティ・バランス664番ス600を4コーナーのカーブ今2番,2番1番、サンダイズボール後続を引き離してリードは2番、四4コーナーのカーブへ中盤、サイチ・セブンが2番手8番、日本ピロ・ハワーズ3番手4番手インコースの後方、木を前その直後が番のローマンレジェンド外へ出そうとしています。

2>, 2番のローマンレジェンドってことよ、これ。ちょっと今のは、ちょっとなしでお願いします。今の出現は、ちょっと今の出現は、ちょっとなしでお願いします、本当に。そうそうそうおあのいや、今のはさすが岩田さんだったね、おマジでお。いや、今のは、まあ、バグを最後やっぱり我慢して割るところは、さすが園田出身だなと思った、マジで。そそそうそうう いや、ほんとね。うん。だちょっと、ちょっと壁になっちゃったけどね。そうそうそう。まあ、ローマンレジェンドでしたっていう。うん。おお、隅一番だめだったね、全然ね。そうそうそう。うん、何がまた岩田かつまらん。まあ、やっぱ園田のジョッキ聞いてレベル高いよねっていう、マジで。そうそうそう。おちょっと、じゃあ、すみません、ちょっと払い戻しっていうことで、見ていいですか、これ、ちょっと。お、えっ、ー、と、JRAiPad。えっ、ー、と、これか。うん。ちょっと OK ってことで、おまあ、これ、締め切りと思わせといてみたいな、ね。 と思わせといてみ。これ、と思、これ思わせといてだから、これ。おうちょっと待ってよ。投票内容修正、うんえー。もうこれ OK でいいのか。どうやって戻るの、これ。あ、上投票メニュー。どうやって戻るの、これ。戻り方がわからないんだよ、これ。投票メニュー、これかなクリック。あ、来た。じゃあ皆さん、えー、いよいよね、今から本日の的中ってことで、う見,見るなってこ見させてくれよ、これ。そうそうそう。うん、19,700円らしいです。ちっちっちっ あれえいや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 これちょっとえ、え ?15 時 40? どういうことこれちょっと ?15 時 40? えどういうことこれちょっと待って、えあえだって、えっ、49、49分、今だよね、これえ。え 3000? 誰これちょっとなんか、え どういうことえあ、これこれこれいや、ちょっと待っていや、これはないよねだ。え、4、え、でも49って今だよね、これ。え、か、買うなよ、ちょっと待って、買ったちょっと。やめて、そんなの。え、更新も狭いの、これ。ピッ。これでいいこれで。あ、あ、あ、頼む。買わないでくれ。買わないでくれ。頼む。買わないで。ちょっと、頼む残しといて、残しといて、残しといて、せめて、残。おっしゃアップね、これ、ちょっと。 完全に不正アクセスだよ、それ、ちょっと、マジで。おどういうことだねんて、みっな。ちってどうか、ちって。おとことで。まあ、なんとか、なんとかアルゼンチン協会取ったよ、ってことで。うん。宣言どり。宣言どり、宣言どり、マジで。そうそうそう。みんな、儲かったらいいなと思うんですけどね。うん。う何が。つまんねえって、どういうことつまんねえって。まあ、不正、不正アクセス非常に多いですね。皆さんも気をつけてってことで、ご時世からね。そうそうそう。うん、ということで。まあね、あのー、アルゼンチン協会は、もうこれはもう取らせて。マジで。これは。 おー何空気読みよう。どの空気やねんだから、どの空気やねん、これ。おーいうことまあ、書き金がしょぼいんでね、もう本当にちょっとまあ、申し訳ないけど、ただ、あのー、的中はした、本当に、マジで。おん、的中した。え、おめでとう、まだ次は福山。いや、もうちょっとね、今日はこれでもうちょっと、勝ち逃げってことで、もうちょっと、最近金がなさすぎて、本当に。おん、マジで。あの、賞金振り込まれる口座なのに、 あれ、すみません、これちょっと1900円しかないんですけど、みたいな、これ。次回、ニコナマ。あいや、このまはね、もうちょっと、い,いっぱいいろんなね、方々がやってらっしゃるんで、別に僕いらないかなっていうね、そうそう。え、やれよ。やりますけど、のこの後はちょっともうこれで、はい、終わりってことで、特にもう、JRA は、すみません、アルキオにすべてをかけてたっていう、うん、マジで、そうそう、え、プロミス改正。いや、だプロミスはちょっと、ここから利子か利子をとりあえず払い続けるから。 おうで、あのレース買ったら、ちゃんと返しますんでね、そうそうそう、そううん、えその分買った分じゃ、いや、ジじゃ、じゃぐらとかも完全にダメだよね、これ。おじゃぐらと完全に読む読むんですよねっていうね、そうそうそう、おうえ、視聴者は来たい。いや、視聴者は来たいって、川崎、いや、だから、ちょっとね、こあの、このあと、すみません、ちょっと、まあ、実はさっき、その、ちょっと出てた、まあ、 プロミスというか、ちょっと金融関係と、ちょっと、あのお話があるっていうことで、すみません、ちょっとお金の話をね、しに行かなきゃいけないんですよ。はい。ちょっと、だそこはちょっと皆さんにはね、心配かけないように、あの、あんま表に出さないようにね、しなきゃいけないっていうことで、そうそうそう。うん。だから、あのー、ちょっと時間がないっていうことで、はい。きょ今日のところはね、うん。マジで。いや、ゴミ拾いとかは、まあ、自分のタイミングでやるんですけど、そうそうそう。うん。ちょっと、ちょっと、これ、ね、えこれがこれでみたいな。おん、マジで。おん。ほんに。いや、だちょっとね、あのー、 今日はこれで、まあもちろん終わるんですけど、ただ、あの、明日、うん、ちょっと、ね、今週は結構ね、天候もりだよ、マジで。うん、マジで。夜、いや、今日、今日はいいだ。だ、明日、ちょっとね、今日、今月は、木、木金がちょっとねあのしあの、出稼ぎに行ってくるんですけど、でも当然、金曜日には、えー、例の、うん、えー、スマイネル杯、うん、あの、そうなので、ね、ナイタが最後なんで、うん、マジで、明日の JPC、明日ね、明日工場を休めないから、 おだから、そうまあ、借金の話はね、この後あるんですよ、金曜日に、えー、その場のナイターが最後ですと、だから、えー、そのナイターで、ちょっとスマイのル杯っていうのを開こうかなと、いわゆる初めてちょっと、ね、馬,券馬券大会的な感じ。うん マジでえ、暇を埋めてくれよ。もとバウナーも競馬やったら競馬を、地方競馬やってねってことで、ね、そうそうそう。うん、え、出稼ぎって一体何あ、いや、もう何でも何でも。うん、お金になりそうなことを探してますみたいな。そうそうそう、うん。金曜日に行くんだけど何時。あのね、何時でもいいよ、本当に。何時でもいい。で、その辺はちょっとね、何レースからやろうかとかっていうのは、あのー、追って決めたいと思います。あの、それの放送を多分月、火、水でやっていくんで、うん、まあ全部じゃないけどね。そうそうそう。まあ、あの、ツイッター見といてください。そこで、あのー、放送情報はね、つぶやきますから、はい、そうそうえ、12万7千本当に どういうことだあ、1000円買った人俺には何も着てないんだけど、これ。うん。お、普通に1万9700円だよ、これ。そうそうそう。うん、えポン引きとか、まあそうだね。まあ、全然そういうのね、じゃあの、お金もらえるんだったらやりますけどね。はい。そうそうそう。うん、明日、いや、まあ、どうだろうな、JBC。まあ、応援大ね、ちょっとまた打ち目を引いちゃってね、またスムーズな競馬できそうにないねっていうのはね、残念があったけど、陣営も。そうそうそう。うん。音声、な、音声またこれ。ヘッドセット買おうかな、これ。そうそうそう。うん。何が。なんだ待つのかよって。なんだ待つのかはないだろうね。そうそうそう。うん。ということで、 あした、あさ、えって、と、し明さってで、その辺を詰めたいと思う、う多分、えー、ナイターなんで、まあ夜、当然夜やりますと、おで,まあ、できるだけ、ね、たくさんの人に参加してもらいたいなっていうのもありますんで、えー、どうなんだろう、現地に来れる人は当然、現地に来てほしいと、うんまあ、できれば、あのね、この配信の中で、まあ、インターネット越しに見てる人も参加できればいいなと思ってるんだけどね、なんかそういう仕組みないかなみたいな。 マジで JBC、いや、だから工場行かなきゃいけないでしょっていう、おこれ以上本当に休んだら、多分マジでもうクビだから、だっていいか、俺入ってから、あのちょっとそのグループ全体の、えー、赤字、うん、2年間で1兆5000億だから、マジで、うん見たろニュースとか、おだか本当にあのやばいんですよ、はい、あんまりあのなめたことやってると、そうそうそう、うん、超短距離トップはみーちゃんだ、応援は無理かな、まあ専用だからね、今回。うん 専四だからちょっとね、まあ戦四といえば、まあ園田みたいなおう、そうそうそう、え、今日は何万もけたのすいません、ちょっとね、1万儲かかちゃったっていうね、そうそうそう、おうなんでいや、だから今日はちゃんと、あの本当、江村の誇り守ったよってことで、マジで、お守っ,守ったよね、今日、おあるゼンチン協会取るよって言って、そうそうそう、おうえパラの借金、松の使い込みどういうことだね、1兆5千億、どこに使うんだよ、もう馬が群れを、群れ作れば群れ。 うん、あのディープサンクで群れを作れるわ、そうそうそう,そう、うんえー、でも工場,、まあ、工場ですよ、はい、めっちゃ工場、グ、あのーグルマップで見てもらえれば、あのー、一帯に、あのこのなんていうんだろう、おあの空き地みたいな、これ平地みたいな、うん、そこです、工場閉鎖すると、いや、まし場な,なんで君たちはすべてこう終わりに導くみたいな、うん、そうそうまあまあ、それいいんですけど。であの 明日、あさって、しあさってと、で、馬券、そのコンテストというか、まあ、あの、スマイネル杯、金曜日のね、うん、ちょっかいと書いておこうか、うん、えぇ、ー、えー、11月9日か、うん、の、えー、金、うん、えー、スマイネル杯、うん、ね、うん、その金で、馬券大会、うん、で、優勝者、今決まってることね、優勝者には、 トロフィートロフィーかなうん。うん。贈呈こうあるから。うん。マジで。うん。これ、ね、井上プロが作ってくれるって。うん。マジで。そうそうそう。そう,うだから、これ、ぜひね、ちょっと、たくさんの人にまずは現地にね、ぜひ来てもらいたいなと思うんだけども、おうそ今も、そうそう、工場です。はい、森口です、はいあ。森口じゃなくて、あの、門馬の方ね、うね、ん。頭の上にあるのは何頭の上頭の上、なんですかっていうね。そうそうそう。うだからあの ぜひね、いろんな人に参加してもらいたいなとは思う、そうそうそう。で、あのただ、多分ね、俺がそういうなんか管理とか、そのなんか計算とかが全くできないんで、もちろん、あの馬券に参加する人、あとは、そのできれば、このう、なんてあの計算してくれる人を募集したいんですけどね、どうですか、皆さん、やってくれないですかね、どなたか。はい。なので、え馬券に参加する人、現地、現地犯、それからえインターネット犯、あとは集計犯。 この3名をね、ちょっとあの金曜日までにちょっと募集していきたいなと思ってます、はい、わかりますか、皆さん。できそう、現地行けない人もいると思うから、あのインターネットで見ていただきながら、えっと、馬券に参加していただける方と、集計していただける方、この方をあの募集させていただいております。はい、でこの辺の辺何レースやるんだとかね じゃあ、あの現地どうやって行ったらいいんだとか、うん、あとインターネット参加はどうしたらいいんだとか、その辺は正直僕よくわからないので、あの皆さんちょっと話しながら決めていきたいなと思ってます。はい。ね、なんかいいよね、いい感じだよね、そうそうそう。お頭の上に髪がない。いやかましいわ、分かっとるよ、そんなもん。そうそうそう。何か。無理いやい、いけるんじゃないなんか、うまくやったらいけるかなみたいな。そうそう。で、優勝した人にはトロフィーを贈呈みたいな。 どうこれ。マジで。ね。面白いかなえ、ネット越して集計するのはやってもええで、人多すぎたら、みたいな。あのね、それはね、全く分かりません。うん。多いのか、ま、むしろ誰も来ないっていう可能性もあるんでね。そうそうそう。うん、よかったら、あのー、もうね、最終的にはもう誰も集計してくれなかったら、もうなんとなくこの人勝ってんじゃねみたいな人が優勝みたいな。うん。多分そうなります。うん。それでいいかなみたいなね。そうそうそう。うん。その辺で適当でいいよ。なんとなくと、なんとなくね、優勝決めようかなみたいなね。そうそうう。ん。50人、そんな参加しない、そんな参加しない。うん。多分、多分、現地で、まあ、2、3名みたいな。 おでインターネットで、まあちょっと、亡者が2、3名。で、ルールとかもね、よく分かんないんで、そうそうそう、だからその辺もみんなで、まあ、決めたいと思います。はい、ということで、ね、じゃあちょっとエンディング流します。 いやもう本当にとりあえず、エムラーの誇りは守ったよね。うん、マジで。エムラーの誇りは守ったよね。まあ、アルゼンチン共和国といえば、エムラーの祭典ってことで、ほんと豪語してた。まあ、正直ね、あの怖いところもありましたが、なんとかね、当てたよ、みんな。 なんとかってたよ、本当に、うん、ありがとうってことでね、はい、なんとかそのえ村としての誇りを守り続けられるかな、来年もということで、はい,いうことでございますけれども来週は、えー、ちょっとうちのね馬の出走はないんですけれども、えー、園田の金曜ナイターが最後ということで、えー、そこでちょっとね、まあ、現地で、ね、園田競馬場まで来れる人と、えー、インターネットで参加できる人を交えて、であとは誰か集計してねってことで。 あの馬券コンテストねスマイネル杯ということでやりたいと思いますはいでまあそうだ金曜ナイターも最後なんでまあねやっぱりナイターすごくね馬も綺麗に映ってかっこいいと、うんまあ、ちょっと思い出ね残念なんだけどもね終わってしまうのはそうそうねということでまた来年の夏までまた再開できる時きがあればねうんナイターまで、えー、待つという感じで、まあ、ちょっと名残惜しゅうございますが馬券コンテストやらさせていただきたいと思いますはいじゃあね今日この感じで終わりますどうもありがとうございました